ハンス・アッシュ・ハーンは、108機の敵機を撃墜した第二次、世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットである。エースパイロットとは、空中戦で5機以上の敵機を撃墜した、軍隊パイロットを呼び表す故障である。ハーンは、チューリンゲンのゴータに生まれた。運動選手としての才能があり、ベルリンで開催される1936年夏の、 オリンピックで五種競技の選手に選抜されたが、病気のために欠場した。ハーンは1934年に士官候補生としてドイツ陸軍の不評部隊に入隊した。1935年11月にドイツ空軍へ転籍し、操縦訓練を受けた。その後ハーン将尉はドルトムント近郊に駐屯する第134戦闘航空団。 第4位中隊に配属され、1937年11月1日には、ベルノイヒエンの新設の転換、戦闘機学校に、飛行協関圏第一飛行中隊の指揮官として、転属となった。1939年2月1日に注意に、昇進し、第二次世界大戦が始まるとゼルプストで新しく、編成された第二戦闘航空団、第2飛行隊に配属され、 同年末には、第4飛行中隊の飛行中隊長に任命された。1941年フランスでのハーンの蒸気、ボーイフレンド 109F-21942 年、フランスでのハーン対位の蒸気、FW190A-3 ハーンの最初の戦火は、フランス侵攻作戦中の1940年5月14日に、上げた2機のホーカーハリケーン機であった。 さらに5機を撃墜し、バトル・オブ・ブリテンでは、さらなる先行を挙げた。1940年9月の20機撃墜の時点で、ハーンは、騎士鉄十字章を授与され、大尉に昇進するとともに、JG に第3飛行隊の飛行隊長に任命された。1941年8月に、ハーン大尉は41機撃墜の校で、白洋付け騎士鉄十字章を授与され、 1942年9月16日には、西部戦線での66機目の戦火として、スーパーマリンスピットファイア機を撃墜したと申告した。その日には、ルトレポール近郊で、第26戦闘航空団所属機に撃墜された1機と、原因不明で墜落したジーナダン軍装が操縦する、A-122 飛行隊のスピットファイア VB という2機の、スピットファイア機が失われていた。 その後ハーンは1942年11月1日に東部戦線に転戦し、レニングラード近郊に駐屯する第54戦闘航空団、グリュンヘルツ大通飛行隊の飛行隊長に任命された。3ヶ月間に42機のソ連軍機を撃墜し、1943年1月27日には戦火の合計を100機とした。 1943年2月21日にハーンは、スタラやルーサ近郊で108機目として、ラボーチキンラマイナス動きを撃墜した後に反撃に、愛、左翼を被弾した。戦闘から離脱して間もなくハーンの蒸気のエンジンが、オーバーヒートを起こし、蒸気のボーイフレンド1 9 g マイナス2、R6 を敵地に不時着させざるを得なかった。ソ連側の情報によると、 ハーンを撃墜したのは13機の撃墜記録を持つソ連軍のエースパイロットである 169IAP のパーベルグラジェダニコフ注意である。ハーンは囚われて捕虜となった。ソ連の捕虜収容所という厳しい環境下でさえもハーンの取る不服従と強情な性格が災いし1950年まで囚われの状態が続いた。釈放されるとハーンは 国際的な企業であるバイエル霊爆前に就職し、後にゴスラー近郊の国踏んでで火薬を製造する場の黒色火薬者の幹部となった。1977年に引退するとフランス南部に移住した。ハンス・アッシ・ハーンは1982年12月18日にミュンヘンで死去した。ハーンは約560回の作戦飛行で108機を撃墜した。 西部戦線での66機のうち53機がスピットファイア機で東部戦線での42機中には少なくとも7機のイリューシンイルマイナスに地上攻撃機が含まれていた。ありがとうございます。